遠藤はじめ生は、東京都新宿区出身のプロ野球選手、宇藤左田、中日ドラゴンズ所属。新宿区立大久保小学校1年の時に野球を、はじめ、新宿区立新宿中学校時代は、川崎中央、リトルシニアに所属。駒場学園高等学校では、東東京大会ベスト4が最高で甲子園、出場経験はなし。3年時の2006年には、 プロ死亡届を提出したがプロからの指名はなかった。進学した中央大学では一部通算64試合に出場し199打数42アンダー打率2 1 1一本類打23打点13盗塁の成績を残した。大学の同期に沢村拓一がいる。大学卒業後は東京ガスに入社し野球部に入部二千十四年は 都市対抗野球でベスト8。9月、新川アジア大会の野球日本代表に選ばれ出場。大会に出場した、医療正隆、石川俊と共に2014年プロ野球ドラフト会議にて、中日ドラゴンズから7位指名を受けた。開始名だったことや年齢面の理由もあり、交渉長期化が懸念されたが、11月13日に契約金5000万円。 年俸1000万円で入団に合意。背番号は23に決まった。2015年は2軍で開幕を迎えた。6月27日に1軍初昇格を果たし、プロ初スタメンとなった7月1日の横浜 DNA ベイスターズ戦で、平田慎吾からプロ初安打初打点。7月25日の東京をヤクルトスワローズ戦で、古野正人からプロ初本塁打を記録した。 主に1から3番打者として41試合に出場したが、8月26日に右肩脱球のため、一軍登録を抹消された。同年オフに行われた選手の会にて、翌年より選手会会計を務めることが発表された。2016年は3番遊撃手で開幕を迎えたが、打撃不振に陥り送球も不安定だったためにわずか30打数で2軍落ちし、 どの上正しりにレギュラーを明け渡した。二軍落ち後は二塁手にコンバートされたが打撃が上向かずに27試合の出場に終わった。2017年はキャンプから外野手に取り組んだ。当初は内外野守れるようにするためという首脳陣からの提案だったが、これ以降結果として内野手での出場はなくなった。開幕戦を6番左翼手で迎え、 日本の二塁打を打つなど良いスタートを切ったが15打数4安打で2軍落ちした。後半戦は代打での出場や怪我をした大島洋平の代役として中堅守で起用され1年目を上回る50試合に出場した。2018年は2試合の出場で無安打だった。2019年は開幕1軍スタートとなった。シーズン通してダイソー 守備固め要員として一軍に帯同し、108試合に出場した。また、平田良介の故障時や、大島の休養時にはスタメンで出場した。オフに宮崎フェニックスリーグに参加した。2020年は6月24日の対横浜 DNA ベイスターズ戦で低迷していた、平田良介に代わり2番右翼でスタメン出場するなど、65試合に出場したが、打率。 219、0本、4打点と打撃成績は低迷した。フットワークの良さと遠投110メートルの強肩を備える瞬速強打の遊撃手。2017年のオープン戦では盗塁成功率100%を記録している。プロで対戦したい投手に東京ガス時代の同僚の石川歩を挙げている。 匂いには関わりがあり、その日の気分により柔軟剤や香水を使い分けている。恥ずかしがり屋だが、チームでは、平田良介や亀沢強平とともに、ベンチの盛り上げ役としても貢献している。2021年5月18日の2軍、オリックス戦で見逃し三振になった際に、球審に侮辱行為があったとして、退場処分を受け、翌5月19日に、 日本野球機構から制裁金5万円と厳重注意の制裁を科された。ありがとうございます。